馬京髄は、中華人民共和国の官僚、政治家、国立交渉総かも山市出身。現職は、関東省党委副書記、省庁。中国共産党、第19期中央委員、第12期全国人大代表。1959年10月、国立交渉総かも山市で生まれる。1982年に、不信工業学院起電工提携。 校庭力学専攻を卒業。1985年、天津大学力学系一般力学修士課程を経て、ハルビン工業大学一般力学博士課程終了。1988年3月、自身の母校であるハルビン工業大学にて、講師に着任し、以後、助教授、教授、副校長と承認した。1996年5月、 中国高天総講師五院副委員長に転出。1999年9月、中国高天家議集団党蘇生委員、副総経理に就任。2003年12月、大学衛生通信有限講師当事長を兼務。2006年7月には、中国高天科学技術国際集団有限講師、当事長、上海高天科学技術産業基地、管理委員会主任。 上海工展科学技術、産業基地開発建設有限公師当事長を兼任する。2013年3月、中華人民共和国工業情報科部副部長、党組成院、中国国家工展局局長、国家原子能機構主任、国家国防科技工業局、第二局長を担当した。2013年11月、市民国の公認として、 関東省等委副書記に任命された。2015年3月には、同省新選手党委書記を兼務する。馬教随の新選手党委書記を務めている間に、2015年新選土砂、法事故が発生しました。2015年12月25日、馬教随、副書記県市長、京都務は、土砂法事故について、全社会にお辞儀をして謝罪した。第期関東省人民、 代表大会常務委員会は2016年12月30日の第30回会議で首相短省長の辞任届を受理し、馬教随を副省長兼省長代行に任命することを決定した。関東省第12期人民代表大会第5回で2017年1月23日、省長代行の馬教随が省長に選出された。ありがとうございます。